はい、どうも皆さんこんにちは、サンギーラです。本日もハリーポッター魔法の覚醒で遊んでいきたいと思います。いやー、公式生放送を皆さん見ていただいた方ありがとうございました。僕自身ね、あんな貴重な経験をさせてもらえると思ってなかったんで、めちゃくちゃ最初は緊張してたんですけど、だんだんね楽しくなってきちゃって、ちょっとおふざけとか挟んじゃったんですけれども、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ではね、今日はその配信の中でも出たんですけれども、開発者が真剣に考えたガチデッキっていうのが配信の中に出てきたので、で僕がパッと見た時、最初ね飲み込めなかったんですよ、そのデッキを、うまくこう消化しきれなかったんですけど、今よーくデッキを見たり立ち回りを見返してみたら、なんかね使い方が分かった気がするので、噛み砕いた状態で皆様にシェアハピしたいと思います。では早速ね、デッキの紹介からいきましょう。名付けて、開発ガチデッキでございます。まずね、共鳴の簡単な説明からしていきます。スネイプ先生は攻撃力を強化し、頻繁にセクタムセンプラーを叩き出す。攻撃力がすでに 52% アップしている状態なんです。とても強いですね。そしてセクタムセンプラーは2回に1回出てきますので、もし相手が数で押し切ってこようとしても、セクタムセンプラーですなんとか乗り切ることができます。ではね、早速開発者さんがガチで考えたデッキを紹介していきたいと思います。まず1枚目、ピエルトータムロコモーター、はい、2体の石造兵ですね。これが重要なんですよ。結構スネイプのデッキで召喚を入れない人もいるんですけど、今ねそのゲームを作ってる側の意見としては、召喚を入れた方がいいと。なぜならね、1対1で戦う時にただでさえ強いスネイプはすごい脅威じゃないですか。そこにプラスアルファで別の角度から攻撃されるのってすごく嫌なんだよね。スネイプだけ、スネイプというかプレイヤー1人だけだったら、そこに集中して魔法を使えばいいだけなので、結構倒しやすいみたいなんですよね。で、それが、はい、召喚がいくつかいると、もうテンパっちゃって、ちゃんと戦えないみたいになるみたいです。そして、オブスキュラス。まあもう読まなくてもわかるよね。相手の陣地に行ってボコボコにする恐ろしい呪文ですわ。そして逆転時計。これは自分の分身を作って、その分身がペシペシ戦ってくれますよと。まあこれも召喚に似てるよね。自分を召喚するみたいな感じ。ただ攻撃力は、50% になります。はい。決闘クラブでは本来の自分はプレイヤーの 50% のダメージしか与えられない。はい。そしてユニコーン。これがめちゃくちゃ意外でしたね。はい、これ何がねいいかって、ちょっと戻りますね。ピエルトータムロコモーターが出ます。で、自分自身もいます。例えばまあ分身でもいいですけど、ロコモーターの近くにいましたと。そうするともうその目の前の敵を撃破することに精一杯になりますよね、皆さん。で、そんなことしてる間に端っこの方でユニコーンが出てきて、ご覧なさいよ。もうどっちにまず攻撃するかってちょっと迷うじゃないですか。で、ユニコーンに攻撃したとしても目の前のロコモーターの処理ができない。ロコモーターの処理をしようとしてたら向こうのユニコーンが復活するみたいな感じで、もうとにかく八方塞がり状態を作ることができるんですね。なのでこれが入っています。さらにアクション、指定した方向にアクションを放ち、最初に命中した敵ユニットにダメージを与える。はい、だから奥の方に隠れてたりとか、あとはスネイプ同士で戦う時とかに、向こうがケビンを出した時とかはもうすぐさま握手を。で、結構ねダメージでかいんですよね。これ259プラス37って書いてあると思うんですけど、300近いダメージが出せます。めちゃくちゃ強い呪文ですね、これは。そしてマンティコア。これは最近やっぱサンダーストームが増えたりするので、この周りのマンティコアたち4匹出てくるので、飛来神として働いてもらいつつ、さらにまあ移動を自由にできますので、相手の呪文を避けたりとかするのにも有効ですね。マンティコアは結構重要だと思います。そして魔力回復するためのニフラーが入っていて、あとは直前に使ったカードをコピーしてくれるプライワインカンターと、はい、こちらもかなりいいですね。まあ、分身とかを使えば、分身をコスト5で出します。で、その後コスト6でもう一回分身を使うことができます。そして仲間カード見てみましょう。仲間カードはケビン。これはもうやっぱり運営さんもトッププレイヤーも同じ考えでしたね。ケビンが最初に入ってます。ただ、しょっぱなに出さないってのが重要みたいですね。そしてミネルバ・マクナガール。はい、召喚系でゴリゴリ来られちゃった時はミネルバさんが全部動物に変えてくれます。はい、強いですね。
そしてロン・ウィーズリー、はい、やはり召喚デッキと戦うための仲間カードが入ってますね。はい、そんな感じなので、運営さんが考えたデッキ、なおかつその運営さんが考えている意図を理解した上で戦えば、かなり勝率が上がるんじゃないかなと思っております。じゃあね、見たことない方もいると思うので、配信の時の映像を勝手に、運営さんに怒られるかもしれないけど、勝手に切り取ってこっち流しちゃいたいと思います。で、ちょっとその時ね、僕とかあとティムさんとかあと須田さんとかの声が入っちゃってるんで、後付けの声は入れないんですけど、その時の配信のまま流しますので、ぜひ見ていってください。ではどうぞ。さあ、それでは見ていきましょう。スペシャルマッチです。オペレーターチャレンジ、運営スタッフ対するは優勝者レナート選手、このマッチアップです。お化けの、まずはケビンかな、出すのは。ロコモーター、おー、ロコモーターからのスタート。ここレナート選手どうやって対応する、対処するのか、ここは一つ、本当に今回に関してはそのハーマイオリーの課題ですよね。そうですね。ただのテストに過ぎないよ。来ましたね、サンダーストーン。はい、二重のサンダーストーン。あ、早めにハーマイオニーは処理されました。さあ、ケビンも着々とここはゲージを貯めるというところですが、ここに対してしっかりと、いや、さすがですね、レナード選手。状況に応じて優先すべきポイントをこちらしっかり把握しています。改めてですが、カードレベルは統一というこの両者、まさにこのスキル技量が試されるそんな視点です。さあ、まずはネビラス、ユニコーン、ここできました。まずは体力は 65% から出て 100% に回復したところで動かしますが、ここは処理している。早い、処理が早い。ここは逃しませんでした。サマジコアに対してはしっかり処理している。ニフラを出して、ここはマルクの回復分かります。逆転時計、タイムターナーと食い込むような形。そんな失敗を知るなんて、イエルトータムロコモーター。さあ、やはりモーターまで展開しています。ニフラ、こんなにもあっけなくなってるとは。さあ、かなりここは追いやられる形になっているか。そうですね、結構召喚系が溜まりましたね、はい、ちょっとこのスペースが狭いという中で、出ました、ユニコーン。しっかり距離を取りながら、ここでもう一度ユニコーンです。この後衛でまずは回復、体力を貯めていきます。雷を分散して、はい、宛先を増やすことで、ここは回避するような。パグノをしっかりと吸いましたね、はい、ロコモーターが。特にこのダメージ軽減というところ、しっかりと仕事をしました。なるほど、いやー、これはすごい、いやー、かなりこれは苦しい状況。そろそろユニコーンが出てくるか。お、ただここでこれユニコーン立ち上がったらもう、はい、来たぞ。さあ、ユニコーンが立ち上がった。ぞ、ここからは突進が繰り出される。体力あとわずかというところではありますが、オブスキラス、時間目いっぱい。オブスキラス、ただユニコーンが怖い。後ろにはユニコーンだ。おっと、避けました。避けていったが、ここで削り切っていきました。頂上決戦となりましたが、ここでは運営スタッフの勝利となりました。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、初っ端ロコモーターを出しますと。で、そこにやっぱ、魔法を使いますよね、相手は。使ったタイミングでケビンを出す。そうするとケビンにすぐさまね、どでかい魔法が行くことはなくて、まあしばらくはポイントを貯めることができると。で、なおかつ定期的にユニコーンを出すことによって、そっちにも魔力を咲かせる。はい。いいですね。ちょっとこれね、僕も一回使ってみようと思います。ではやってみましょう。癒し系アイドル。ほう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 。ではやらせていただきましょう。うん、まずすぐケビンに出す、ケビンを出すっていうことはしません。ああ、マジ？恐ろしいね、これは。あ、やべえ、先に出しちゃって。やだな、これ。
ちょっと早めに消したいな。オッケー。ほら。当たっちゃった。今当たんないと思ったね。そして分身出せますね。いけ！マンティコは立ちよ。あ、いいよ。すごくいい。もうポイントが溜まってる。あら、まあ、これ、圧勝じゃないの？ロコモーター出しちゃうもんに。あ、帰ってきた、一人。あら。これは強いんじゃないですか？で、俺のやりたかったことやるよ。ユニコーン出しちゃうよ。お？三刀剣出てきたからもう真っ向ながら出しちゃうよ。アクシュー出しちゃう。やばないこれ。普通にもうユニコーンもいい感じの、あの復活具合ですよ。あ、強いわこれは。あー強い。三刀剣の子犬をぐしゃっと一発やっちゃいましたね。一方的な展開になってきた。強いよ。お、分身くんが食らったけど平気ですね。強い。もう仕上げです。ダナナナナナ、うわーい、強い、めちゃ強いじゃないか。では行ってみましょう。これ先にユニコーン出すっていうのも手なのかな。マンティコアダンスを使います。でこの人はね、早めに倒さなきゃいけないんですよ。うわ、アクシオが封じられた。マジ？あ、結構これ厳しい戦いが強いられてるな。あ、でもこの人魔法使ってこないのはラッキーでしたね。ちょっとこれ怖いんでオブスで消しちゃいます。よし、まあこんだけね出てきてくれればラッキーですよ。ロコモーター行け。我らも戦うんだ。ちょっと俺はあんまり嫌だな。ここでしっかりとポイントを貯めていく。もうすでに黄色いいよ。ニフラちゃん、ああ冬爆弾ね。なかなか上手な使い方ですね。ただしっかりともうポイント溜まっちゃったんで結構強いですよ。ほらどうすんの。倒せ。よし倒した。アクシオー強い。あら、でも今見たクルーシオを使いましたよ。相当な魔力を使いましたね。はい、ミネルヴァさんがエクスペリアム食らってます。マタゴとかもう平気ですよ。セクタムでガンガンやっちゃうんでね。ほらおいで、こっちおいでよ、一緒に遊ぼうよ。あー、サンダーストーム来た時はマンティコアで飛来神にして。やばいんだけど、強いんやけど。あれ、あら強いねー。ほな、3試合目いきますね。3試合目です。うわ、マジか。やばいな、これ。ちょっと俺にダメージがいくようにしよう。オッケー。サンダーストームか、やだな。まあでも、しばらくは来ないか、これで。OK、行こう。タイムターナー、いけ、攻撃だ攻撃。痛い、こっち来なさい。おー、いいよ、使ってるよ魔力を。あんまり大きいのは使ってこないでくださいね。いいぞ、いいよ、ポイントがどんどん溜まってるよ。熱いねー。ロコモーティングだよ、ロコモーティング。そして、あー、強い。すごくいいよ。ちょっと分身でね。あ、今の、ちょっと分身を出すのか、ユニコーン出すのか、めちゃくちゃ迷っちゃったな。ちょっと俺、これ当たんないかな。
あー残念。はあ、はあはあ、間違えた、アクシオの方向を間違えた。うん、サンダーストームね、飛来神を出します。できればこの後ユニコーン出したいな。 OK、どうなるこの後。あべ、ミスった、間違えた。マンティコアで頑張って飛来神として、あとニフラーも飛来神として。お、起き上がった、ユニコーンいけー、ナイスー、いけいけいけー、あーいけいけ。もうちょっとね、三刀剣は俺が対応するわ。あら倒れちゃった、まあいいけどね、こっちおいで。あ、そうですか、じゃあここらへんかな。ロコモーターはいるよん、どうすんのかな、どうすんのかな。オブスキュラスで終わらせよう。よっしゃー、強さ。続いてはどうでしょうかね。ルルナさん、ルルナさんよろしくお願いいたします。赤毛の美人、ペチペチやっちゃうよん。はあ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 、なるほどなるほど。そういう時もやっぱこれ出していいのかな。あべ、わかった、近近だ、こい。あーなるほどね、そっち系ね、なるほどなるほど、ケビンってことね。ユニコーン出てきました、ユニコーンこちらへ。あ、もう起き上がってる、早っ。ただ倒させていただくよ。あー、ちょっとうちのケビンに攻撃しないでください、危ないな。もうタイムターナーですよ、しっかりとポイントを貯めるためにね。本体に攻撃していくわ。あ、別に本体でも何でもいいんだけど、攻撃回数が貯まればいいんで。来たぜ俺らの時代が。ロコモーターをどうする？グレイシアス、危ないんだけど。あああ暴れ柳倒そう。これもあれなのかな。おお、動物に変えるんだ、ナイスナイス。よし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 、ほらほら、どやどや、君は僕の分身が攻撃しよう。やばいね、これは激アツじゃないか。あー強い、どうしよう、逃げろ逃げろ、あぶねえ。暴れ柳もやっちゃおうぜ、おばちゃんが動物に変えてくれちゃうから。おーいしょっと、あぶねえ、逃げろ。え、やばいんだけど、めちゃくちゃ強いんだけど。え、ほぼ食らってないやん、俺。分身使っちゃいます。ユニコーンが生まれてるけど。あらまあ、あらまあ、では、行きましょうか。なんか来た。怖い怖い怖い。え、早くない？ちょっと待ってな。いや。わかった。オーマイガー。やばいよ。え？ステューピファイ？オーマイガー！ああ、消されちゃった。今の絶対俺が受けるべきだったんだけど、ちょっと間に合わなかった。まあいいや、それでも勝てるかどうかっていうのがね、これでわかるから、うん、いよいよ、おいでおいで、三刀剣、いよいよ、こうやって敵がいっぱい出てくるのすごくいいと思います。練習になります。よいしょ、
ロコモーターがしっかりと挑発してくれてます。はい、今の段階だとねダメージ入らないんですよ、鉄パさん。そう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 、いいよ。でちょっとこっちに来て、おおこれは強いわ。終わりですね。とても強いデッキです。はい、というわけでね、今日は開発者が考えたガチデッキを使ってみたんですが、めちゃくちゃ使いやすい。やっぱ意図を汲み取った上でプレイすると、これはもう俺のスタメン入りかな、これ。ランクマッチでも。うん。ちょっと入れようと思います。相手がこう、召喚デッキで来るな、みたいな時はもうスネイプを使って、ボコボコにしてやりたいと思います。いやー、強かったなー。久々テンション上がるデッキだわ、これ。だってゲームを作ってる側が考えてんだからね。いや、いいわ。このロコモーターとユニコーンを出した時のなんかワクワク感。相手がもう焦ってる感じがね、伝わってくるんだよね。いやー、面白い。ぜひ皆さんも試してみてください。もしこの動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画か配信でお会いしましょう。では、バイバイ。